イエーイ、ロボスに来ました。ありがとうございます。やっほーやっほー。考えてみたら金曜日でした。今日花金ですね。お疲れ様です。そしてそう、今コメントにあったんですけど、10月シルバーステラでした。すごい。枠が初めて銀色になりました。やったー、すごくない？先月の10月はステラ、ブロンズステラじゃなくて銀になりました。2位、月間2位になってシルバーステラを獲得しました。初めて。すごい。茶器温泉大成長祭りでした。ありがとうございます。やったー。あ、皆様こんばんはです。やっほー、フライデーナイトお疲れ様さです。今日も京都で仕事はなう。やばすぎ。時間回復してきて安心している。体調怖いよね今の時期。だいぶかかってますね。本当にお気をつけて。こんばんは。はじめまして、二度目ましての方もありがとうございます。茶器温泉の滝ひとみです。よろしくお願いします。昨日一日で 124.8 万ポイントというわけわからん数字出してたね。ガチ？理解していない。マジか。ただあれだよね、なんかさ、あれはあるでしょ、未だに。あの 1.5 倍みたいな、ない？ある気がする。そう、あとこのキングリッターがそれがあるから、単純120万ポイント分ドッカーンってわけじゃないだろうけど、だとしてもやばい。ありがとうございました。本当に茶器温泉さん、10月末までのポイントえげつなくて、最終的に全体のランキングでも15位でしたよね。ライバーランキングじゃなくて総合の全体でのランキングでも15位で、びっくり。本当にありがとうございます。伸ばせに来ました。ありがとうございます。明けましてメリクリーだ。日本語やばい。メリクリー。低気圧乗り越えた。いや、今だいぶきついって感じ。なんか重くないってなってんだけど。わかる？関東済みの方今結構始まってないね。いやーね。リカルド人間不信さん、200回目の訪問だ。ありがとうございます。たくさん遊びに来てくれて、ぜひ次の300回もお願いします。お待ちしております。カサさん200回目の訪問だそうです。ありがとうございます。本当にいつもいつもありがとう。やった。もっと遊びに来てね。お待ちしておるよ。300回400回の訪問ですって言ったらすごいよね。茶器温泉もそれだけ配信してることになるから。神戸はすでに雨だって。関東もね、雨降ってた。なんか降ったり止んだりみたいな感じだったけどね。台風崩れの低気圧が絶賛接近中。さっき天気予報で言ってた。明日降るみたい。関東も明後日は晴れてくれるらしいんだけど、嫌だなって思って見てました。寒くて眠いわ。本当にそう、眠いよね。わかる。だるい、眠い、めんどくさい、何もやりたくない、寝たい。え？あ、すごい、今の翔一さんのやつ、でっかレインボースターじゃないですか。これ本当の名前知らないんですけど、でっかレインボースター、ありがとう。お化けもありがとうございます。すごいよね、1個で1250ポイントでしょ今のレインボースター。ありがとう、嬉しいです。よく考えたらもうすぐ300万ポイントじゃ。え、やばいよね本当に。本当にありがとう。
でもさ、アワードのさ、ノミネートのやつってあれ誰も見えてないで正しい？なんか11月1日の正午頃に確定するって書いてあったはずなんだけど、見えてないんだけど、あれって私だけ見えてないの？みんなは見えてる？ノミネートされてる人ね、誰も見えてないんだけど、自分がどうのこうのってわけじゃなくて、シークレット扱いなの？そんなことあった？今までノミネートも発表されてたけどな。日本時間あ、新しいパターン、日本時間じゃないのか、あれは。そうそう、正午頃発表って書いてあったんだけど、確定しても発表するとは言ってない。そう？でも私ノミネートされた時発表されたけどな。闇ノミネートになったの？そんなことある？そんな頑張らせないことありますか？逆に。こんばんは、のぼせに来ました、ありがとうございます。こんばんはです、どうもどうも。今野鳥の会の皆さんが集計してる。やばすぎ。ポイントと一緒でね、1から10までまず数えて、やばいでしょ。あら、キングリーありがとうございます。まあでも確かにね、予定ではあるからわからないですよね。パーティーの肉寿司の準備。肉寿司引きするな、どこまでも肉寿司なんだよな、うちのルーム。今日は珍しいお茶を持ってきました、16茶、ホット香る16茶、黒豆玄米ブレンドさんだそうです。最近黒豆ブレンドが多いですね、美味しい。新宿の肉寿司祭りかぶるのやばい。やばすぎ。もうあったかい、これもう買ってだいぶ時間経ってるけどあったかいです。コンビニのホットドリンク美味しい気温になってきましたね、本当に。そう、あら、ハロウィンギフト投げてくれてる方いる、ゾウさんありがとうございます。ハロウィンギフト今投げてくれてるこのお菓子ぐるぐるみたいなやつとか、あとシークレットギフトで、あのなんか猫ちゃん、ゾンビの猫ちゃんみたいなやつって、あれ上位に入った人だけ実装されるギフトだったみたいです。昨日投げてくれた方 いましたね、ありがとうございます。そうそう、あれなんか限定だったみたい。え、この間ショールームのラジオ配信の背景が肉寿司の人いてびっくりした。肉寿司イベントに参加してるんじゃない、それは。実際肉寿司のイベントってあるんだよ。私は参加してないけど、肉寿司をメインにしているお店のなんかアンバサダー決定戦はあるんですよ。あるんですけど私は参加してないです。骨猫だけ、あ、そう、骨猫花嫁、骨猫ゾンビみたいなやつです。骨猫花嫁はトップ10の人しか実装されてないギフトだそうです。へえ。のぼせに来ました、ありがとう。こんばんは、茶気温泉です、よろしくお願いします。中華まんは何まん派ですか？中華まん、肉とかあんとかそういう話。今は肉まん、昔はあんまんでした。こんばんは、イヤホー、こんばんは、にです。こう見ると改めて髪色が暗くなったのを実感しますね。いい色、かわいい、かわいい、いい色だ。たけちゃん、ヤッホー、実際に肉寿司イベがあったからこんだけネタ引きずってるよね。そうなんだよ、もうね、みんなの目に見えなくなってたら誰も引きずらないんだけど、私が参加してないだけで。あるから。だからみんな印象がずっと残ってるんだ。初見です、ありがとう。茶気温泉の大滝ひとみです、よろしくお願いします。こんばんは。
ゆったりまったり配信してるので、もしよかったら見てってください。よろしくね。こんばんはです。肉寿司イベントはあります。あ、あります。それはあるやつの言い方であります。肉寿司イベントとか肉寿司とか、こんなに言ってるルームなのに肉寿司のイベント一度も参加したことないの、ウケるでしょ。やばすぎ。こんばんは、やっほー、どうもー、やっほー。今日は実は皆さんにまた一個お見せしたいものがありまして、前回のカラオケイベントで参観したじゃないですか。あのトータル1、ミラーボール1、紫音符1になった時に、ミラーボール1でいただいた、あの旅行券から食べ物までみたい な、 なんか不思議なカタログギフトが届きました。不思議な。でもまだあの郵便用の宅配袋からも引っ張り出してない状態で今目の前にあるので、15分のやつがまた出たら出します。開封しよう。毎日開封配信みたいになってる。毎日開封すごくない？そう、謎だよね。旅行から食べ物までって私もどういう意味なのかわからないんですけどね。わかんないけど、ちょっとどんなもんかとみんなと見てみようと思って開けてないのがあります。パッパッパ、何が出るかなだよね。本当に分からんです。人の狼に。確かに人なんだよな。みんなたどり着いたかな。まだたどり着いてない人いるかな。どうなんだろうね。プレゼントに困った時用に使えそうなギフトだね。確かにですよね。何でも選べる。カニは今週はちょっと実家に帰れないので来週かな。今週末は無理っぽなので来週末です。困ったもんでね。うまー、お茶うま。茶券も3連休なの。うん、基本的に連休。むず、何この基本的に連休って。基本的に連休だけど、なんか家でやる作業系だけ進めようかなって感じだから、別にお休み、ずっと休みなんだけど、仕事って仕事はしないけど、なんか作業だけ進めようかなって感じです。伸ばせに来ました、ありがとうございます。こんばんは。よくあるリンベルのカタログギフトみたいなやつかな。そうかもしれない。多分カタログのギフト、まあでもそうだよね、カタログギフトで届くはずだから、旅行から食べ物までみたいな、いきなりね届いたらどんな分厚さってなっちゃうし、わかんないです。ただいつもの形じゃない、なんか届いてます。なんだろうこれ。え、地震？え、本当？大丈夫？え、平気？揺れてないよ、うち。なんか目の前に目薬とかもあるんだけど揺れてない。え、まあ、でも千葉にいないからな。千葉で地震？大丈夫？大丈夫？みんな気をつけてね。逃げて。気をつけてください。やばいと思ったら逃げてください。な間に112日連続配信ありがとうございます。こんな中で112日ありがとうございます。千葉県民旦那は気づかないくらい。本当？どこが震源だろう。大丈夫かしら。蛍光灯の紐が揺れてるだって。あら、大丈夫かしら皆さん。
逃げるほどではないけど揺れたって感じか。なんかねって感じだよね。なんかっていう感じの、やめてほしいですよね。地震だったり天気だったりなんだったり、あーこうだったり、あーだったり、こうだったり、そうだったりみたいな。大変だ。112日おめでとう、ありがとうございます。まあ、そんなになんかでかい感じではないみたいなので、とりあえずこのまま進めていこうと思います。はい、お、ありがとう、リスちゃん、グリッターキラキラ、うわありがとうございます。キラキラいっぱい、リスちゃんいっぱい、ありがとう。まあ問題なしならいっか。問題なし、よし、じゃあ開けるか。なんか袋みたいなやつに入ってるんだけど、宅配袋には住所が書いてあるから見せません。開けます。おお、津波の心配はない、さすがに。そうか、あービリ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 、ひどいわ、衝撃的な開封の下手さ、やばすぎ、ビリ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 、自分でもびっくりした。何が起きてんのって。あ、え、待って、カタログじゃないじゃん。カタログギフトのカタログのギフトじゃん。だと思った。だっておかしかったもん。どう考えてもカタログのサイズじゃないものが届いてたから。カタログギフトの中身だ、これ。お、あれが届いた。いや、あの、カタログギフトの会社さんから、の通知だったからカタログかなって思ったらこれだった。手作りあんバターもなか、おー、これだったか。こっちだった、手作りあんバターもなかだった。おい、だっておかしいと思ったんだよ、このサイズ感でさ、カタログって無理があるやろと思ったんよ。だと思った、さすがにね、この細さで。カタログどうやって読むんだろうって袋の上から思ってたんだけど、はい、もうなんか来た、なんか言ってる、大丈夫そう、久しぶりになんか来た、パトカー、私が間違えたからかな。私が巻物と間違えてカタログって紹介したから来ちゃった。開けてみようかな。顔やばい、かわいい、壊れてる、オーマイガー、ちょっとなんで、転がったわ確実に。だって、あ、かわいい、あ、かわいい、手作りあんバターもなか、あ、かわいい、クマティンかわいい、クマティンかわいい、あ、クマティンかわいい、あー、やばい、羊終わった。羊終わった。あー、もっと、もっと終わった。あー、泣いた。おい。おい、五輪中なさっとるわ、これは。明らかに。え、全然あん乗せられない、バター乗せられないもなか。あー、こんな、
なんかさ、ちょっと乗せられる余裕があったらいいんですけど、見て、あかん、あかん、あかん、いい、いい、いい、あかん、あかん、泣いた、あー、これ落とされてるかな、落とされてるよね、あと雑に扱われたよね。だから私もさ、パッと見食べ物が入ってる袋だと思わなかったわけ。そう、届いたやつがさ、普通にカタログギフトの会社さんからだと思ったから、食べ物だと思わなかったの。だから食べ物だと思わなかった扱い受けたんじゃないの。ちょっとあかーん、あかん、こっちはまだ原型がある、ギリギリギリ、いやギリハッピーじゃないの全然ギリバッドなんだけどお前が、まあ食べたら一緒だと思って食べまそう、割れてるやつは羊さんですね。もしかしたら羊は平たいから割れやすいのかもしれない。クマちゃんは小さめでラウンド型なので割れにくいのかもしれないけど、羊さんは平らなので割れやすいのかもねって思って、まあしゃあなし、しょうがないな、どんまいってことで食べたら一緒。うん、ちょっと我々羊悲しいけど。自分で作る作りたてもなんか詰めるあんバターはこの下にありますって書いてある。確かにね、本当だよね、景品だからまあしょうがないとは思うけど、確かにこれギフトで私が買ってて誰かにプレゼントしてその人が開けてこれだったらちょっと申し訳ねえってなるわ。お、でもいいね、あんバターが入ってました。今日は少しだけお腹に余裕があるのに食べられそうです。 Oh my god、 かわいそうに羊から食べるしかない。あ、そうなの、まさに本当に会社からクライアントさんへとかそういう贈答品として買っていたらと思うと恐ろしいですねごめんなさいって感じ。ちょっと羊から行くかと思ったんだけどどうしよう、どうしよう、パズルちょっとパズルになっちゃうな。あんバターは結構しっかりたっぷりいっぱいあります。粉々、粉々だよ、粉々だよ餡バターはなんかたっぷりたっぷりなので詰め込みたいんだけど、これ詰めるっていう概念あるかなちょっと開けてみますね、とりあえず。下もね割れてんの見て、あ、死んじゃった、かわいそう、かわいそうに、もう何でもない羊さん、バイバーイモナカなのこれ、本当に見て、ギリギリ生き残ってた感じを、ほらモナカなの。あ、羊さんこれどうやったらいいかな、こうか、ギリあんがちょっと粘っこいからくっついてくれるかなとか思ってちょっと修復してみる、こうね、オッケーこうねって感じで。あんバターは袋入りだから、そう、こうやって自分で開けて、で自分でその場で詰めて作りたてのもなかをサクサクで楽しめるようなはずだった頑張ります。おー、でもうまそう。
うまそうである。いけないかなあ。パズル要素はね、まさかの展開だけどね、意外とあんこがたっぷり入ってていい感じ。ちょっとめっちゃドアップで申し訳ないです。めちゃめちゃドアップな鮭温泉の頭が映ってると思います。まずはたっぷりのあんこをご覧ください。をしたいんですけど、見えるかしら。こわー、あー、これはあかんな、これはあかんわ。今ティッシュの上で粉と戦いながら救おうと思ったんですけど、あー、これは無理かな、あかんかな。斜めに支えたらいける、あー、いけそう。ギリハッピー、ギリギリ、あかーん、あ、なんか逆にグロテスク、あかーん。これ挟むっていう概念ある。やばすぎ。髪色綺麗ですか？ありがとうございます。褒めてくれて嬉しいんですけど、羊さんは今この世にいない形になってしまって、私は悲しいでござる。上に粉を巻いて、これはキツネじゃないや、羊さんの耳ですかね。頭、こっちの頭かな、こっちかな、足かな、足かな、ここだな。何の回だこれは。あ、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 あかん。あまりにもあかん。どこの何これっていう状態。これは耳かな、ここかな、絶対違う。マフェリアスさん、200回目の方もありがとうございます。これからも変な茶器温泉の配信にたくさん遊びに来てください。よろしくお願いします。あー、もうこれは違うな、全然違うとこの何かだ。とりあえずカバーしてみよう。あかーん。裏面は見せられないようですね、これは。はい、とりあえず組み立ててみたんだけど、全然違う何かになっちゃった。羊の頭が垂れ下がってる、もう食べかけみたいになってる。あー、落ちちゃう。いただきます。うまっ、うまっ、味うまっ。めっちゃおいしい。あんバター、あんこだけじゃないのって思ったんだけど、やっぱ甘さが違うわ。あんバターのバター要素ちゃんと感じる。濃厚クリーミーな甘さがあって、でこのもなかがやっぱサックサクで美味しい。なんとかくっつけてもなかとサンドとして食べられてるから、サクサク。ほら、あ、事故、救って、よいしょ、あ、事故ったけど救ったよ、ほら、救って食べます。あー、あー、くゆるくゆる、あ、やってる。やってる、これはもうあんだらけ、手が、あ、あ、あかん。
うん、もう何が何だか分かんない。一口で。うんうんうん。うん、うんうん、あんこ全部使い切った、ちゃんとボロボロあかん、うん、うんふふふ、激うまでした。美味しかったんだけど、ちょっとボロボロがやば手洗ってきていい？やばい、これはナフガニ右手が終わっとる。バイバイ、うにょん。ベトベターだったわ、ほんと。ただいま。確かに耳垂れしすぎじゃない？頑張って頑張れ頑張れ頑張れ。耳しおれてるって言われちゃった。頑張って、ザイスさん、ザイスソファー様。ちょっとだけ元気を取り戻した、ザイスソファー耳、餃子の耳。突破隊は増えてないよね。オッケー、やばすぎ。ちょっとボロボロになっちゃったから、次羊を食べるときはお皿に出そう。お皿に出してフォークで食べたもんでも和菓子だからお箸かな。そういうことじゃないのかな、これは難しいわ。まあ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 、黒豆茶って甘いの？ででででで。よっこらしょ。よいしょ。ね、絶対お皿の方が良かった、さっき。あかんことになってたもん。のぼせに来ました。ありがとうございます。こんばんは。茶器温泉です。よろしくお願いします。キングリッターもありがとう、リスちゃんもありがとうございます。イエイ、 Thank you、 ありがとうございます。じゃげー、こんばんは。どうもどうも、のぼせに来られました、茶器温泉です。よろしくお願いします。美味しい和菓子食べたくなってきた。わかる。なんかさ、和菓子って買う時ももらう頻度も少なくで、だからこそあんまり食べる機会がなくってって感じです。うん、はい。伸ばせに来ました。皆さんありがとう。はじめましての方もこんばんは、茶器温泉です。よろしくお願いします。ゆったりまったり配信してますので、ぜひよかったら見てってください。今日は0時過ぎぐらいまでの予定です。確かに最近和菓子食べてないな、あんまり食べないよね。やっぱそうだよね。そうなんですよ。なんかわざわざこうもなかとかももらうこともないし、もなかを自分で買いに行こうとかもなかったなって今思い出しました。疲
れ様です、ありがとうございます。お疲れ様さ、こんばんは、ありがとうございます。バターどら焼きって何、やばそう。とらやのあん焼きが美味しいです。それは美味しそうだわ、いいですね。うさぎ屋さんのどら焼き食べたい、あれは美味しい、わかる、大好き。でも私もともとあんまりあんこ得意じゃないのよね。なんかあんこを求めて食べることって少なくって、そのなんかどら焼きの皮が好きで食べるとか、もなかの周りが好きで食べて、それにはやっぱりあんこだよねはわかるんだけど、あんこを求めて食べるまでの感じのテンション感がないので、そう、究極のあんこに出会ったら変わるかな。私こしあん派ですね、どっちかって言われると。どっちかっていうとこしあん派。皮美味しいよね。そう、どら焼きの皮が食べたい。今日和菓子の日ですかって書いてあったんだけど、コメントに、あの前にカタログでもらったあのあれです、あんバターもなか、手作りあんバターもなかっていうのをもらって、くまちゃんまだ良かったんですけど、あかんっていう。羊さんがちょっと大変なことになってしまってですね、さっきこれを修復しながらなんとか食べたっていう事件がありましたので、食べるのも爆速、手を洗うまで爆速でお送りしちゃいました、すいません、一瞬の出来事でした。あ、カスタード派なんか違う、カスタード派はもうそれはそう、私はもう何かって言ったらそう、たい焼きとかね、何かと言われればそれはそっち側寄りなんですけど、あんこと言われればこしあん派です。そういえば以前は和菓子が身の回りの多かったの、あ、そうなんだ、変わったの、そうなのね。赤福ね、赤福、そう、食べたことあるよ全然。赤福、私の両親がめっちゃ好きで、よくその仕事とかでそっち行く時とか旅行で行った時は買って帰ってましたね。うん、そう、でもね、そのもともとお団子自体とか、なんかその餅単体もあんま得意じゃないから、自分はちょこちょこ食べてはいるけど、2、3個は食べるんですけど、たくさんは食べれなくて、重いんだよね、当たり前か。そう、パパって口の中に入らないから、ちょっとだけ苦手、でも味は好き。どういうことって感じだよね、重いから苦手って何なんだろうね。それはそう、お餅だからね。こんばんは、ありがとうございます、チェキ温泉です。初見さんもコメントありがとうございます、イエイ。初見さんなのか初見さんじゃないのか、いつでもお気軽にコメントをしてください、よろしくお願いします。萩の月めっちゃ食べたい、だって確かに萩の月食べやすい。なになに、赤福の8個入りが900円なのに2個入りが400円なの、最高にバグってて好き。よく知ってるね、有名なのそのバグり方。おもろ、8個入り900円で2個入り400円は確かに大バグ起きてる、やばいそれ。やばすぎ。そうなんだ、フルーツ大福って和菓子なのは大福だから和菓子じゃない、うん、わかんない、フルーツ大福は和菓子だよ、フルーツが全て用とは限らんしな。
最近閉店した近くの喫茶店、あら閉めちゃったのね。アントーストが200円に対して無印トースト230円。だいぶ謎。え、そうなんだ。うわーいいなー、その今じゃ軽く食べられないような200円300円とかで食べられるトーストとコーヒー紅茶なくなっちゃったんだね。悲しい。お、お疲れだって、ありがとう。お疲れ文字ギフトもこれあれだもんね、アニメーションになったんだもんね。ありがとうございます。今の職場に赤服があって。なるほどね、そういうことね。みかん大福美味しいね、わかるわ。フルーツ大福は生クリームの方が少なくない？弁財天とか有名なところはあんこのイメージがあります。はい、あんこだからこそ糸で切れるってイメージがあるよ。そう、まあクリームのお店もあるけどね。店主高齢だったから、これ結構問題よね、店主高齢問題とか、なんかね、後継ぎいない問題みたいなやつありますけど、悲しい。自分がお気に入りのお店だったら特にですね。前も話したかもしれないけど、私は地元に大好きなお弁当屋さんがあったので、そこの唐揚げがもうね、おじいちゃんが店閉めちゃったから食べられなくなったのがもうショックで、ショックで悲しいっていう、そういうのありますよね。こんばんは、やっほー、みんなありがとう、のぼしに来ました、ありがとうございます。カスタードたい焼きが好きですって書いてある。カスタードたい焼きはカスタード派、絶対にね。のぼせに来ました、ありがとうございます。この間コメダ行ったらレモンスカッシュから味がしなかった、どういうこと？レモンスカッシュの問題なのか味覚がやばいのか。味覚やばいだともうコロナみたいになっちゃう。日付で、あら文字ギフトをまたいただきました、うわーみたいな、うーみたいな。ありがとうございます、 Great Thank you。 ふふふ、こんばんはに、ありがとうございます、どうもどうも。町中華ね、心配、唐揚げ弁当食いた、ほんと唐揚げ弁当食べたかいな。おじいさんが一人でやってた手作りピーナッツクリームパン絶対美味しいとか、えちゃん美味しかったけど閉店しちゃった、ね、そうなんだよね。でもさ、多分さ、ポットでの人にさ、その味が作れるかとかさ、継承できるか継承させるかっていう、そういう思いもあるから何とも言えないですよね。って思う。そうなんだよね。どうもこんばんは、のぼせに来ましたの皆さん、ありがとうございます。何、すき家の牛丼を食べてて醤油かけようとしてコロナに気づいて、やばすぎるね。すき家の牛丼に醤油かけようとしたわ、もうだいぶだわ、怖い、そんなになるんだ。私は味覚の障害がそこまで出たことがないのでびっくり。食べるという字は人が良くなると書くから、思い出の店がなくなるのはショックだって。うわー、確かに人が良くなるで食べるか、人を良くする、人が良くなる、そういうことなんだ、確かにね。いや、食べないと生きていけませんもんな。確かに確かに。お疲れ様です、やっほー、お疲れ様んさです、こんばんは。うん、おつー、お疲れー、おつおつ、確かに金髪先生っぽい。
あ、ドンミョンさん200回目の方もありがとうございます。わざわざカッコで読み仮名までありがとう。ぜひ300回も遊びに来てくださいね。待ちしてます。ありがとう。信じるものが儲かるんやで。何でもそうなるよね。漢字ってちゃんと由来がありますから。信じるもの。地元の引退した精肉店のメンチが美味しすぎてどこの精肉店行っても超えられない味でした。だって、あーねー、わかる。それで言うとお豆腐屋さんもあったな。そこの豆腐が美味しかったなとかありました。店の常連が味が好きで店を引き継ぐというパターンもそこそこある。確かにそういうの聞くね。確かに確かに。金髪を金髪って呼んだのはわざと。多分私の発音の問題。普通に金髪先生って言ったんだけど、多分今の金髪先生も金髪に聞こえたと思う。金髪って言わないとあんまりはっきり聞こえないかもしれません。そう、なんかわかんないんですけど、普通に滑舌が悪いわけではないと思うんだけど、スイッチが入らないとなんかこんな喋り方じゃない。私ってさ、MC やります、ラジオですとかそうやってやってた時、あんま聞こえにくいなって思ったことあんまりみんななかったと思うんですけど、そう、スイッチがこうほぼオフみたいな、いやオンにしなって話なんですけど、配信はオンにしなさいって感じだと思うんですけど、あんまりねこう言葉はっきり聞こえないんじゃないかなって思う。ある意味それが寝落ちしやすいにつながってんのかもしれないけど、はい。金髪先生は GTO なのよ。確かに。確かに。この時間オフでいいのよね。オフで行こう。聞きやすい。本当ですか。そう、なんか深夜からオンにしたらねえ、なんかもうどうも始まりましたみたいになっちゃうので。歌ってる時は多分割とちゃんと言えてると思うな。オンだからか、それは。そうでした。昼間頑張ってるので概念の時ぐらいオフでいきます。はい、概念で行かせていただきます。はい、ラジオのように概念。のぼせに来ました。ありがとうございます。さけちゃんこんばんは。こんばんは、にです。よろしくお願いします。ワニーワニーじゃあさ、何の挨拶なのって。こんばんは。当初のドボンは3時頃からオンになってきてましたよね。だって稼げるのその時間だったんだもん。みんなが寝落ちしている間に稼ぐしかないっていう時だったから。ふわーっと聞けるからありがたい。だった、あ、いいじゃん。ふわーって。湯気みたい、いなくなっちゃう。じゃけ温泉、確かにね、ふわって聞ける温泉がいいね。よく明けおめしたらいきなりオンのスイッチが入る時がたまに。そう、でも最近はあんまりなんかこう帰宅後の爆睡しちゃうっていうのが生活習慣がまた変わってなくなったから、あんまりその寝起き感みたいなのはないと思う。10月の月間に撮れたね。そう、ありがとうございます。超感謝。10月の月間に撮れてシルバーステラを獲得しました。ありがとう、おかげさまです。なんかノミネートの話さっき言ってたんだけど、ノミネート者って今までなんかさ発表されたり通知来てたりしてたんだけど、なんかね発表されてないね。私
発表されてた上でグランプリ取ろうみたいな AKB の賞取ろうってなってたあの頃とは仕様が変わったんだか知らないけど、そっちは分からないんですけど、月間は2位でした。ありがとうございます。そして友のぶさんのファンレベルが10に上がりました。ありがとうございます。10ヶ月連続の10回目突破隊が17人になりました。ありがとうございます。17突破、感謝です。ぜひ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 今月も最後までよろしくお願いします。明日カメコリベンジおじさんになってきます。だって重いの頑張ってください。レンズを持って担いで頑張って。じゃあげーこんばんは。なんかファンレベがみんな徐々に上がってきてますね。どこかでみんなまたバーって入隊してくれそうです。ありがとうございます。お待ちしております。伸ばせに来ました。ありがとうございます。こんばんは。ばんは。よいしょ、伸ばせに来ました。無課金ラッシュは明後日頃かなって書いてある。確かにどうだろうかな、それぐらいかな。こんばんは、どうも。サウナ行きたい。それなあ、待って、明日が土曜日でしょ。2日3日、日曜日さ、日曜日イベント最後の時間配信できないかもって今思った。お友達のお誕生日でお祝いをしなきゃいけなくて。そう、私が代表してお店を取っていて、ちゃんとやる感じだったの忘れてたから、あさってのイベントの最後の時間帯は配信ができません。ごめんなさい、先に言っておきます。そうそう、スマソンできないわけじゃないけど、日曜日は早い時間にやるか、まあ、できないかの二択なので、ちょっとそれはごめんなさい。明日の土曜日はできる時間はあると思うので、時間を見つけて配信したいと思います。町おかしさん200回目の訪問ありがとうございます。感謝です。ありがとう。ぜひぜひ300回目指して遊びに来てください。よろしくお願いします。そうなんですよ、大事な大事なお誕生日です。なので配信のことは忘れて、友達のケーキプレート突き飛ばしてあげて。やばすぎるやばすぎるえぐ、ケーキプレート吹き飛ばしたらもう終わり友達のケーキを転がさないように。やばい、どうしよう、お皿割っちゃったらどうしよう店員さんが持ってくるはずなのに、なぜか私が転がすって言ったらもう終わり終わりよ、もう本当に怒られちゃう本人に主いろいろ転がす予告されてて草生える。本当だよ、なんでこんな私転がす人だと思われてんのねおかしいでしょ。加湿器持参するのよ、もうやばいのそれは。もう店ごと加湿したら終わりよ本当。それも持参してさ、加湿してさ、迷惑な上にさ4リットルばらまいたらもう出来もいいとこ。4リットル持ち歩いてるの怖すぎでしょ。単純計算で4キロ持ち歩いてるやつやばい。こんばんは、ありがとう。やっほー、転がすのはトークだよね。あ、もうその通りですよ。その通りですよ、転がすのはトークだけにしていろいろ気をつけなきゃね、本当ですね、いろいろとこんばんは、やっほー、チェキ温泉です。チャケちゃん持ちネタいっぱいあっていいよなって、どういうことなの、何に憧れてるのそれは。
ねええ、待って、私結婚式でウェディングケーキひっくり返されたよ。だってマジ？やばすぎる。そんなことがあるの？友人？それ。ウェディングケーキってだってだいぶビッグサイズじゃない？やばすぎる。それは大変だ。大事件だ。あーもう私絶対そういう風にならないように気をつけますね。ね、大事故すぎる。どうなっちゃうのって感じ。前のカメラの練習で使ってる水のシャーネクサ。カメラの練習の水って何なのそれ、気になるんだけど。お寄せに来ました、ありがとうございます。こんばんは。ビッグサイズ。ただ謝られて終わった。それはやばすぎる。司会者がどんなフォローしたか気になるって書いてあるけど、謝られても何も言えないわ。もう何も言えないし、何ももう何にもならんわ。そんな、もう私が作り直してあげるね。何の保証、味も保証もないけど本当にそれはやばい。明けおめ、お、明けおめしてる。本当だ、もう0時だって。早いね、あっという間に0時を過ぎました。こんばんは、にでした。今日温泉明けおめ、今日よろです。もう11月だって。早いね、恐ろしいね。日付書く欄に11って書くとき震えた。こんばんは。亀子の腕、あ、こういう物理的に鍛えるためにペットボトルを抱えて耐久レース、そういう練習ってことなの。やばすぎる。そうなんだ。それはやばい。マジそういうことなの、初めて知った。カメラ先輩に借りてるから持ってないのに2リットルペットを2本ぐるぐる、やばすぎる。そうなんだ。それはやばい、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 それはやばい。マジですか。カメラ部やんって書いてあるけどさ、カメラする人たちやっぱ分かるの話なんだ。マジですか、マジですか、マジですか。カメコするけど重さ大体あって、4キロなの？ 4、 これが 4、 こうなるわな。確かにやばすぎ、やばい、やばい。ちなみに茶気温泉は今あれですね、4キロと6キロでこれ抱えたままあれやってます。なんだっけ、背中とかのトレーニング、負荷かけるときに。あれだ、ルーマニアンなんちゃらっていうやつ、トレーニングしてる人ならわかりそう。レッグプレスだっけみたいなやつ。頑張ろう。一緒の重さだから頑張ろうね。大将さん200回目の訪問ありがとうございます。 Thank you。 ぜひぜひたくさん遊びに来てね。いつもありがとうございます。ワイの生きるモチベが著しく低下するので皆さん助けてくださいって書いたんだけど、何があったの、生きてる、大丈夫、心配なんだが、何があったのでしょうか。こんばんは、ヤッホー、のぼせに来ました、ありがとうございます。前回の亀戸席で俺だけ一曲持たずにカメラを置いて悔しくて泣いてた。ああそうなんだ、なるほどね。
さっきも言ってたけど、うまく重さを逃がさないと思ってられないって書いてあったね。やばすぎ、筋トレじゃんそんなの。プロの世界みたいな話してる。やばいね、頑張れ応援。え、待って、300万ポイントいってる、やばすぎ、ありがとうございます。え、待って、599ポイントありがとうございます。300万オーバーありがとう、嬉しいです、 Thank you です、ありがとう、やったやった、わいわい、おーおー、イエイイエイ、わーわー、おーおー、ありがとうございます。やばすぎリアクションが適当だとは思わないでください、これが本心です。あ、え、あ、そうなの、わからないけどなんとなく察したよ。確かに泣いてもいいんですよって書いてある。なるほどね、そういうことか、なるほどな。ただ私は発表見てないから理由やらなんやら細かいことを知らないけれども、なるほどな、それは心配やのぼせに来ました、どうもです、こんばんは。0時を過ぎてから来てくれた皆さんありがとうございます。チャキョンセンでよろしくお願いします。マジでガチイベのポイントなのにガチイベ感がない、うん、トレーナーやばすぎ、本当にありがとう。そういえば気づけば明け後に元気出てくるパターン来てるやん。え、それなっていうかね、多分0時後に来てくれる方も増えるから、コメントも多くなるから、コメントをさばかなきゃって思うから脳が冴えてくるって今分かったそういえばチャケの泣いたところ見たことない、あんま泣かないけど、本当に泣くときは本当に本当な気持ちなんだと思う結婚したらダメです、ダメです。シーザー CEO は本当なんだよなっていうなっちゃうからあのコメディアンは違うんだよなって言えるんだけど、それ本当になっちゃうからちょっとボケらんないじゃんって、ボケようとしてるわけじゃないんですけどじゃあ一丁ガチイベやって泣いていただけますか、だってやばすぎ、俺にまたあの気持ちを俺にまたあの気持ちさせるつもりかやばいよ、17日間はもうやらないからね、やらないからねって、あのたまごっちのあの黄色い丸の言葉だと思って、17日間はもうやらないかんねーって、あのたまごっちの黄色い丸キャラクターが言ってる、お店っちに、プチプチお店っちに来たと思ってください本当になっちゃうのかっけえな、だってありがとうね、本当にありがとうだけど、今は無理せずだよ、自分の気持ちも大切にね。茶気温泉は茶気温泉でいつでもこのテンションでいますので、これが元気になるっていう時はいつでも遊びに来てたくさんコメントしてくれれば OK、そしてこのテンションがちょっとうざいという時は、はい、今日はちょっと見なくてもいやーっていう気持ちでも OK、 あると思うからそれぞれね。17日間はもう嫌だ、17日間は長すぎたね、17日は嫌だ嫌だ嫌だ、前振りが済んだところでやめてくれやめてくれ、そうプチプチお店っちもうやらないからねお店に来ました、ありがとうございます、こんばんは、茶器温泉です。いやー、さすがに本当にやっぱ7日間は耐えられるよ、全然7日間、10日間もギリ耐えられるけど17日間はやらないからねですね
こんばんは、皆さんありがとう。のぼせに来ました。初訪問いろんな方いらっしゃる、ありがとうございます。チャキャン温泉です、よろしくお願いします。ゆったりまったりチャキャン温泉、今月も応援してね、みんなありがとう。よっこらせ、どっこいしょ。確かに捨て星があったからいろんな意味でやばかったのか。じゃあさ、今の捨て星がなくての17日間の疲れ様さはさ、あのもしあったとしたらさ、いろんな意味での1個ぐらいはなかったんだろうねそのきつい要素がやばすぎそうだよ、冷静に考えて17日間やばかった。ほんとまあでもおかげさまでね、やっぱあんだけ素敵な楽曲と MV が撮れたから良かったですけど、はい。わあ、ハッピーハロウィン、ありがとう。やだ、ハッピーハロウィン10個ももらっちゃったじゃないですか、せんちゃん、ありがとうございます。あー、ハッピーハロウィン、いやー、ありがとう。ネイルカラーとそっくり、ハッピーハロウィン、ダブルハッピーハロウィン、なんならトリプルハッピーハロウィン。しーちゃんもありがとう、ナラブさんもありがとう、お化けもありがとう、リスちゃんもありがとう、ハッピーハロウィン、あーすごい、タワーとダブルタワーを連続でいただいてしまいました、ありがとうございます、すごい、ハッピーハロウィン、すごい、ありがとう、わあ、そうそう、最近の話ね、捨て星って文化あったよね、あの頃まだ学生兼任してたよね、はい、大学生でした、課題もやってた、えぐそれも確か夏休み期間だったから、普通にいろんな課題あって爆発してましたね、懐かしいね、あの頃が、ふふふふ、はははは、へへへへですねそういえば星集めのために他ルーム入ってたのが夏いって書いてある。他ルーム入らなくなるものをやっぱり、ただただ星集めのために行ってたルームもやっぱりありました。皆さんはそれをきっかけになんかフォローするようなアカウントもしかしたらあったかもしれないけど、やっぱり基本はあれなのかな、星を投げるためにいたそのルームさんを押してる感じなのかな。言ってた 星集め、確かに今はミッションがあるけど、結局そのミッションも回るじゃん、そこでなんかここはいいなって思ったルームとかあった？なんかそれであったよっていう風にみんなが逆に言ってくれた方が、私にはなんかフォロワーさんが増えるチャンスがあるんですけどありがとうございますね。確かにね、ミッション達成があるのか、そうかそうか、うん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 、ミッション用にグループの方から足りなかったら他という感じ。なるほどね。ただあれか、時間に縛られないのはいいのか。そうだよね、絶対そうだよね、この時間で絶対に何時何分にアラームをかけて星集めアラームとかがないのかな。もだよね、ミッションってやり方だと。星集めのために私のルームに入ったこともある？あ、そうなんだね。なるほどなるほど。そしてグリッターもたくさんありがとうございます。お化けグリッターリスちゃんいっぱい。ありがとう。感謝です。確かにね、さっきのコメントにあったけど、30秒でいいって思わせるの大変。ライバーさんが優しい人だと見たくなる。なるほどね。コメント欄の挨拶とかあるとちょっとビビっちゃう。あー、へえ、そうなんだ。めちゃくちゃ早起きしなくていいのはだいぶ楽。そりゃそうだよね。だよね、だよね。なんだっけ、朝6時が1枠目だと5時10分に起きるんだよね。もうやだ。絶対にやりたくないよね。
アサークの星集めとかもう今考えたらみんなすごい、本当にありがとうございました。そうそうなんですね、配信開始がずれるとつて星が無駄になるから配信者と視聴者の呼吸を合わせるのが大事って、そうそれであごめんなさいっていうね、頭を抱えるみたいなのありましたよね。出た、アルマヌさん初見ありがとうございます。それ全部読まれるルームもあるみたいですよね、ちょっと恥ずかしい。出た出た、そうなんだよ、私もさなんか間違えてタップしちゃって入ったこととかって読まれたことある、ちょっと恥ずかしい。あグリッター爆発ありがとう、嬉しい。おお爆発だー、待って、スペシャル演出を爆発と言ってたのに本当の爆発までもらっちゃった、ありがとうナルブさん、なんとキラリンチョタワーまでいただいちゃいました、ありがとうございます、すごすぎ、ありがとう、キラ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 、ありがとうねキラリンチョ。寝坊してメイドインも持ち、もうやらないからね。たまごっちになっちゃう。やらないからね。チャキョンセンさんはあれです。チャケって名前になってます。徘徊するときはチャケって名前です。徘徊。チャキョンセンって名前じゃないんだ私。徘徊するときはどこで設定するのかも知らないんだけど。チャケ温泉あえてチャケにしてるってわけでもないんだけど、どこで設定したのかわからないんだけど、知らない。わかんないや。確かにね、あの時は逆に生活リズムが整った時だったってコメントすごいね。ある意味それはそうかもしれない、いつも同じ時間に起きてね、その時間帯にあれやってこれやって。名前を呼ばれるとしばらく出られません、ちょろい、おもろ。ちょろい。面白いな。なになにさん初訪問ありがとうございます、笑顔、本当に申し訳ない気持ちになる。そうなんだ、面白い、なるほどね、確かにね。あ、ありがとうございます、しんちゃんありがとう、ファンレベ10に上がりました、7ヶ月連続の9回目、ありがとう、突破隊が18人になりました、イエーイ、やったね、ありがとうございます、わい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 。ありがとう、ぜひぜひ、今月もまだ先まで30日ぐらいありますので、応援よろしくお願いします。確かにね、面白い。大西軍の方はどうしてたんだろうって言ったら、いましたよこちらに。しまった、やばい。こんばんは、ありがとう、こんばんはに。PC のブラウザーで無音で食べ開いて報酬だけもらってやってた、あーね、確かにね、ブラウザのやり方はまた違うのかな。気まずい時、なんとなくルーム入ったら視聴者が湧いたけだった時。気まずい、出らんない。出らんない、それは。気がついたら大喜利指数、え、ほんとだー、今日も1万超えてる、ありがとうございます。本日の大喜利指数11577オーバー、ありがとう、嬉しいです。わー、ありがとう、たくさん応援していただいてるおかげで5桁盛り上がり指数、何日連続じゃない、もはやね、連続配信みたいになってる。ありがとうございます、やった。そしてナーラブさんのファンレベルが10に上がりました、ありがとう、
堀ちみです。8ヶ月連続8回目、いつもありがとうございます。突破第19人になりました。わー、 Thank you。 11月もよろしくお願いします。ありがとう。突破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 、みんなにニキって呼ばれてるあだ名ついてる、ニキこんばんは、にです。さっき300万だったのにもう320万。ほんとだー、すごーい、やばすぎなんだけど、売れちみなんだけど、すごいんですけど、ありがとうございます。びっくりなんだけどすごいんだけど、320万ポイントありがとう。ぺこり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 、ありがとうございます。合わせに来ました。ありがとうございます。こんばんは。もうレベル50くらいでしょね。カンスト。劇場カラオケイベントを越すかなって書いてあるけど、無理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 。あれこそ私がこの茶気温泉になってから初めての唯一のガチイベでしたけど、あれだって500、600か超えてたもんね。日曜、月曜日の最終結果見た時に600何十何万ポイントって見たよ。すごかった。そう、500万ポイント超えてる状態でやばいって言ってて、最後月曜日の集計見たら600超えてた気がするから、あれを超えるってなったら茶気温泉はまたガチイベに参加しますって言った時になっちゃいます。はい、ガチイベのためにレインボースター貯めてます。優しい、ありがとうございます。いつあるのかないのかもわからないやるのかもどうなのかもわからないですけど、念のため念のため念のためお願いします。わー、ありがとうございます。すごーい、待って、またたわーあーそれも2倍タワー、やばすぎ。え、くまタワー、ダブルタワーバグなんですけど、ありがとうございます。誕生日かも。ハッピーバースデー。ありがとう。さっきファンレベも上がって突破台になってくださったばっかりなのに、さらにはやばい。ありがとうございます。さすがにバグになっちゃう。ありがとう。ダダダダダダブルタワー2個目。ありがとうね、ナラブさん。いつもいつも感謝です。ほぼ毎日のように来ていただいてありがとうございます。本当に茶気温泉さんのポイントがすごいことになっちゃう。またね、今日も壇上がカラフルにね、やばすぎる。ハロウィンが終わってもハロウィンは続きますから、よろしくお願いしますとはって感じですけどはい、ハロウィンは昨日終わりましたけど、なんならもう日付が変わって一昨日になりましたけど、はい、そうですね、背景もハロウィンのままイベントが終わるまでハロウィン気分でいきたいと思いますニックずし祭り、ハロウィンナイト、ハロウィンナイト、毎日がハロウィンナイトまた記念日のように言うなって感じですけど、ニックずし祭りのイントロかな、どういうことなんだろうな、意味がわからない日本語なんだよなどういうこと？肉寿司祭りのイントロって、ハロウィンだってアイドルグループだっていつまでも続くんだよ。あ、いいことじゃないですか。アイドルグループはいつまでも続いてほしいですね町田の商店街でハロウィンナイトがエンドレスで流れてた。そうなんだ、
そうなんだそうなんだ。でもさ、ハロウィン系のさ楽曲って少ないよねってこの前カラオケしてて話したじゃないですか。だからだろうね、ハロウィンだなって感じの楽曲ってあんまりない。おお。めっちゃループしてる？嘘。でも私のコメントじゃない、私の話を見てコメントしてる方がいる。ループしてる？大丈夫？見えてますか？待って、しょぼんなっとるがなって書いてあるけど、そういうことなの？私全く見てなくて、今スマホからさやってるから状況が分かっていなくてだな、本当に申し訳がないんですけれども、そういうことなの？そっちなの？わからないんですけど。どうなの？なんとも言えない。ただ私は今状況が見えないので、特にまた何も言えない。そっか。確かにそれは、本人も周りも心配案件かもしれません。ちら、初見さんありがとう。茶器温泉です。よろしくお願いします。ゆったりまったり配信しているので、ぜひ。見ててください。あ、もうこんな時間なのね。とはいえあと10分ぐらい、見ててくださいって言った直後であれなんですけど、あと10分ぐらいで終わりにすると思います。なので最後まで見ててください。あら、ループしてないですか？ループって言うとなんか乗り物になっちゃいますね。ループしてない、了解です。あ、よかったです。ループループ大丈夫です。あ、よかった。半目にもなってないし、半目は嫌、やめてくれー。なんだろう、なんだかわかんないけどなんとなくわかった気がする、そのコメントで。なるほど。ループってワードでしんどいって思うのは僕だけ。ループループループしてますか？何度も何度も。ループから戻りました。ループ乗ってました？初見です、ありがとうございます。こんばんは、にです。茶器温泉です。初見マークがついてないけどコメント見たのは初めてな気がします。ありがとう。当たり確定。待って、キラリンチョタワーじゃないですか。ちょっと待って、どういうことなの？本当に、なんで、どういう、なんなん、どういうことなんですか？ありがとうございます。キラリンチョタワーだー。わあ、時差みたいになっちゃった。ありがとう、ナラムさん、すごいんだけど、すごいことになってるんだけど、ありがとう。うわー、壇上がまた誕生日だ。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。ね、この当たり確定って書いてあるタワー強すぎるんだよな。キラリンチョタワー名前が強い。ナーラブ日記、昨日のキツネ配信来れなかったからかなって言われてる。キツネ配信今もうあっちに眠ってるわ。もう封印された、キツネキョンシーは封印されました。バイバーイ。またいつかの時に会いましょう、さよならって言って封印されました。さよならです。キラリンチョタワーって打ちすぎて予測変換のキの一番最初キラリンチョタワーのやばい、やばすぎ。木の一番最初キラリンチョタワーやばいでしょ。
あれやってほしい、仲間内で予測変換のゲームやってほしい。これ何なのって言われそう。めっちゃ面白いんですけど。いつかって使うタイミング難しい、本当にそう。いつかの使いタイミング難しすぎるよ。だって前回の劇場公演曲ガチーベだって、ガチーベだったのに確かコスプレ案件はしてなかったと思います、私。だからなかなか出てくることはないと思いますよ。なかなかないですね。俺もさって打ったら刺さったって変換されます。面白い予測変換ゲームって。え、何が刺さったの。なりそうで終わる。こんばんは、やっほー、茶器温泉です。初見さんコメントありがとうございます。よろしく。お気軽にコメントルームフォローしてください。いつも夜の時間帯に配信をすることが多いので、また明日からも見に来てね。よろしくお願いします。LINE で爆死しそう。 LINE で刺さったって送られてきたら何があってだろう。めっちゃ面白い。おもろすぎ。こんばんは。わ、すごい、初見さん二度目ましてさん、初見さん、初見さん二度目ましてさん、二度目ましてさん、初見さんみたいになってる。こんばんは。うわー、ありがとうございます。茶器温泉です。よろしくお願いします。ゆったりまったり茶器温泉、どん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 視聴者さんが増えていて嬉しい限りです。おかげさまで大喜利指数が 14,381 までなりました。大喜利っていうか盛り上がり数なんですけど、もう伝わらない人が出てきそうですね。ありがとうございます。すごすぎ。ありがとうございます。あら、ありがとう、キラキラもりっちゃんも、うん、ありがとうね、感謝です。 Thank you。 すごいな、リスだらけだ、ありがとう。確かにキラリンちょっとわけわからん、おもろ。こんばんは、チャケさん、こんばんは、ありがとうございます。みんなさ、すごい遅い時間にも来てくれますよね、本当にありがとう。ルームフォローすると毎日が楽しい、真剣ゼミみたいでいいじゃないですか、真剣ゼミのおかげでみたいな。何でも叶った。少し休んでて戻ってきたんだけど、タワーの領域が来ない。はい、ありがたいことに今日もお誕生日を迎えました、ありがとうございます。茶器温泉も200歳ぐらいになりました、ありがとうございます。いや、本当もっと寝てください、ゆっくりして。あれ、田内先生がいらっしゃいますね。ファンレベが5になってませんか。私の見間違いではなさそうなのでいらっしゃいますね。こんばんは。先生、さよならしてないやんって言われてますね。こんばんは。あれあれ、じゃげー、こんばんは、ありがとうございます。おかんが赤ペン先生やって、あ、そうなんだ。赤ペン先生にやっぱあれ書いて、コメントが返ってくると嬉しいですよね。そうなんだ、へえ。茶器温泉に浸かると予測変換が何かがおかしい、おもろ、特徴やんそれ、効能というかなんというか。じゃげー、こんばんは、やっほー、みんなこんばんは。ちょい寝落ちしてた、大丈夫よ。起きたらまだやってた、ごめんすぎ。ごめんすぎ、逆にこんな夜中まで起こしてごめんね。みんな明日お休みの方もいるけど、朝からお仕事の方もきっといますよね、土曜日関係ない方。頑張ってね。私は今日
あの一個だけそういえばこれやり忘れたらラやり忘れたわーっていうのを思い出したので、明日の昼に一件だけお仕事やります。この予測変換バグるがバグる口バグってる、むしろあれで草わら朝からお仕事です。あ、そっちね、頑張って今更びっくりもしないだろうけど、全然そんなことない。330万ポイント超えてる、やばすぎ。え、本当にやばすぎ。え、本当にやばすぎ。だって300万ポイント超えたって言ってから33万ポイント上乗せ状態ってことでしょ。やばすぎやばすぎ。茶気温泉やばすぎ。大沸騰ありがとう。みんなやけどしないでね333万ポイントで3位との差が100万ポイント差になっているだと。超音波になっちゃうよ。本当にすごい。どうなってんの茶気温泉毎日がお誕生日で200歳を迎えたところでみたいになってるよ。ありがとうございます。今日もいい湯だなって思ってますか。やけどはしないけどもう溶けてます。やだー、みんな固形になって多分間違ってる例え固形になってよ、溶けないで。ババンババンバンバンこんばんは、ありがとう。やっぱ今日は金曜日の夜だから集まってきてくれる方が多い気がする。ありがとうございます。出た、歯磨けよって8時だよだっけ。なんかそれで歯磨けようって言われたから歯磨きが重要説みたいな、歯磨きがすごく重要って日本で広まったと説であるよね。なんかあるよね。だよね。なんかで聞いたよそれ。8時ではない。そうなの、全然詳しくないあー、加藤茶さん、そうなんだ。なんかそれで広まって、だからなんかフロスの方が重要説みたいなのがあるんだけど、あの歯間ブラシねの方が重要説あるんだけど、わかりやすく歯磨きってそれで広まったからなんか一番重要が歯磨きって言われてる説っていうのがある説がある。私はあんまわかんないけど、元ネタを知らないので何とも言えないんですけど、そういう話がある。みんなの説ですこれはじゃげーこんばんは、ありがとうございます。どうもです、こんばんは。こんばんは。うわー、15,000大喜利指数も突破しました。ありがとうございます。すごすぎです、本当にどう考えてもすごすぎです。ありがとうございます。歯医者さんに行くとフロスしてくださいねって言われる。そう言われる、私もやってる。今はなんかリーチのやつを使ってます。そうに売ってるこう切るやつを使っています。なんかもともとそのなんだろう、こういうピックみたいなのがついてる歯間ブラシとかでやってたんだけど、なんかサイズが合わない、隙間のサイズが合わなくてなんか取れてる感がないので切ってます。いうやつ使ったり、あとはあれなんだっけ、実家にあったのに誰も使わないから持って帰ってきちゃったやつがあるんだけど、あの
シュッってやつ水の勢いでバシュンってやるやつ名前出てこない、なんだっけ、シカンジェット噴射器弱すぎそう、なんだっけ、わかんない、水の勢いで歯間をプシッってやってスッキリさせるあの機械、そのままやないかい、はい、そのままなんだっけ、全然出てこない、高圧洗浄機ハーバージョン的なやつ、あ、そう、それ高圧洗浄機ハーバージョンみたいなやつやばすぎなんだけど、なんだっけ、名前思い出せないや、もやもやする、なんだっけ、ウォーターでもないしな、プレッシャーでもないしな、なんだろうな、なんとかおっしゃ、わかんない、あ、はじめましてとコメントある、初めてコメントありがとうございます、ポケットドルツだ、それだ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 ポケットドルツ、声でっか、うるさびっくりしちゃった、黙ってもらっていいですか、ポケットドルツ、ドルツのジェットのやつ使ってたっていうコメント見て思い出した、そうポケットドルツのでっかいのあるの、今洗面台の横にボーンって置いてある、ポケットじゃないのか、ドルツのジェットのやつか、ドルツのジェットの、ん？でもポケットドルツのポケットってここのなんかここのポケットのことを言うんじゃないのか、ハンディっていう意味でのポケットなのかなんでこの話でこんな長引いてんのよって感じ、ジェットドルツ、ジェットドルツが正解、携帯用って意味のポケット、じゃあジェットドルツなの、刺繍ポケットの意味のポケットだと思ってた、刺繍ポケットドルツって意味だと思ってたそうなの、やばすぎるんだけど、めっちゃお化け来てるね、ありがとうございます、隠し持ってたな、お化けありがとう、携帯用ドルツってことだったのか、あれ、まあ、ジェットウォッシャーみたいなことよ、そう、それそれ、うん、フロスと併用すると言われたよ、お水の挟まったゴミとか取るって、そう、なんかね、すっきりする、あれめっちゃバシ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 やってるんですけど、めっちゃすっきりする、そう、なんかね大変なんです、でもあれやるの、私口腔内系の、口腔内合ってる日本語のやついろいろあるんだけど、舌ブラシ、歯ブラシ、そのブシュブシュのやつ、ジェットウォッシャー、ああなんで伸ばし棒だけ言ったんだろう、ジェットウォッシャー、ああと歯間ブラシ使ってる、夜は特にいろいろ併用しています、はい伸ばせに来ました、ありがとうございます、こんばんは、どうもです、うとかあとかえとかおとかかとかやめてください嵐やん、そんなん、もう本物よ、それは、それはもう嵐やでこの配信見てこっそり歯磨きして、今からこっそりフロスします、あ、めっちゃ良き、よきよき、常に水量マックスでやるから歯茎から血出るんやがもうちょっと弱めてよ弱めてよ、でもなんか全く勢いないとスッキリしないのもわかるから、私はマイナス1でやってる、マックスからマイナス1でやってるけど、前歯の歯茎はやっぱ痛い、それでやると、奥はいいんだけど
うん、歯に対する意識高いなんか知らんけど。でもおかげで私虫歯って診断されたことがない。入試の時は覚えてないんだけど正直、うん、だから小学校とかのその意識があるというか、自分で歯磨きするようになってから小中高大なうと虫歯判定されたことないです。歯白いのはでも歯いたりが白いからね、あれですけど、やお茶とかコーヒー飲むようになって黄色くなりやすくなった。はい やだ、こんなんやってる配信者はやばすぎ。そろそろ配信終わりにしようと思ってた時間だというのに終わりにするわよ。歯見せつけてる場合じゃないのよ、早く終わりにしないと。はいだってみんな0時44分だぞだぞ、今来たばっかーって書いてある。みんな寝て、今まで私にみんなが寝てって言ってるんだから、終わりにしたらみんな寝るんだは維新ありがとね、歯の話ばっかりしてた最後の方。はい、最近はその歯周違うオーラルケアの方が言いやすいや、ケア系のグッズ使うのとスキンケアはやっぱ念入りにやってますね。はい、もう本当に乾燥肌祭りなので、何でも祭りつければいいと思ってますよね。はい、本当にね乾燥がやばいので、最近は特に肌ケアもしっかりしております。メイクしてるからバレないとかそういう問題ではないと思ってるので、しっかり肌質を良くしていきたいと思っているので頑張ります。はい、よし、みんな今日もありがとう、夜遅くまでお疲れ様でした、ありがとうございます。では壇上を読んで終わりにしたいと思います。はい、ではでは13位愛の物語さんありがとうございます。12位マリンブルーさんありがとうございます。11位あかりまどかさんありがとうございます。10位柴田康弘さんありがとうございます。9位大沼彩さんありがとうございます。8位ヨッピーさんありがとうございます。そして7位小次郎さんありがとうございます。そして6位レインボーさんありがとうございます。で5位ゆきんこさんありがとうございます。そして4位ゾウさんありがとうございます。で3位しんちゃんありがとうございます。そして2位 UTZ さんありがとうございます。そして1位はナーラブさんでした、ありがとうございます。 Thank you、 夜遅くまでありがとう、お疲れ様です。明日はいつものこの時間になるかちょっと早めになるかちょっと読めないので、またファンルーム更新しますので、あのコメント見てぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。ありがとうございます、お疲れ様、ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、バイバーイ。